私の経歴をお話しさせていただきます、えー、中学校2年生の時にいじめで不登校になりました、えー、どんないじめかと言いますと、えー、当時あのポケベルが流行ってたんですけれども、えー、毎日ある日突然ポケベルに死ねとかキモいとかそういう悪口が入ってくるようになりましたで友達と遊んでいても、えー、お財布から私の携帯が私のお金が盗まれたりとか携帯が盗まれたりとか いいろんな嫌な嫌思ししてきましたで中学校2年生の時にいじめに遭いまして学校に行くのが嫌になったのでそこから不登校になりましたで家にいても親は学校に行きなさいと繰り返す家にも居場所がないし学校にも居場所がないということでカラオケとか公園などで時間を潰して過ごしてました 中学校にいじめにあってで高校に行って同じ目に遭うのもとても怖いなと思ったので高校に行くのをや,やめました中学校を卒業したら社会で働いて自立をしようと思って15歳の頃初めてレストランのホールスタッフとしてアルバイトを始めました初めは良かったです、えー、同級生に比べて月8万円ぐらいもらえる他の 同学年の子に比べて自分はリッチだなって思ったりとかして最初は良かったですしかし徐々に生活が苦しくなっていきます2年間勤めたアルバイトのホールスタッフをある日突然解雇されましたで店長と正月のシフトにどうやって入るかということで意見の相違があったのがきっかけです で店長の機嫌を損ねてしまって店長から、えー、もう君明日から来なくていいよと突然言われましたこの出来事が後に私が弁護士を目指す一つの契機となりますしかしあの当時はまあ次のアルバイトを探せばいいかなんて思ってましたしかし現実はなかなか厳しかったこの私が中卒で仕事を探すスキルもない女性学歴もない そんな私がこの社会で働き続けるその現実が私にとっての大きな大きな壁でした正社員になりたくって事務の正社員などたくさんの履歴書を送付しましたけれども何十社も書類選考で落とされましたようやく面接にたどり着いても面接官には私のことではなくって親がどんな職業をしているのとかどういう家族とか 親のことばかり聞かれるそして面接でも落とされますとっても悔しい思いしましたその後正社員になるためにたくさんのアルバイトしましたクリーニングもありましたしレジ打ちのアルバイトもしました牛乳の配達もやってました四トントラックの運転手もやってましたアルバイト生活で何が辛いか体力がきついことそして時間も不規則でした 例えばクリーニングの配送市内にある取り次ぎ店に回って車でバンで回ってお客さんの荷物が入った袋をバンに詰め込むそして工場に持っていく4トントラックの運転手をしていた時も朝4時に起きて、えー、10時のドラッグストアのオープンまでに商品を届ける仕事だったんですけれどもそれに間に合わせるために朝の6時に工場に行って4トンの荷物を 自分でトラックにすべて積み込むそして中距離を運転する肉体的にも時間的にも大変きつかったですでも何が一番きついかと言いますと仕事の内容もお給料も何年働いても変わらないことでした同じ職場で働いている40歳や40代や50代の同僚もずっと同じ仕事をしてずっと同じ給料で働いてました 正規労働していた友人が言ってました給料が安くて結婚ができないと将来が不安だと人間関係に悩む同僚も言ってました次の仕事が見つかるか不安だからこの仕事を辞められないとあなかなかこの現状から抜けるのって難しいんだなと思いました自分の40代や50代もこうなるんだろうなと思って、えー、悲観をして絶望をしていました ではそんな私がどうやって乗り越えてきたか15歳からアルバイトを10年間ずっとしていました給料が安くてお金のない自分お金が稼げない自分はこの社会で価値がないんだと思ってましたそんな価値がない自分は生きてる意味がない死にたいと本気で思ってましたではなぜそこから勉強 に全力をを費やして弁護士を目指すことができたのかそれは将来が不安で死にたいでもやっぱり親の顔とか家族の顔とか思い浮かぶとなかなか死ねないもうならばいっそのことを期間を決めて例えば5年間とか10年間とかも決めてその間も死んだと思って必死で勉強しようと思いました。 私あの勉強が苦手ではなかったんで自分の得意分野を生かすんだったら勉強だなと思いましたそして弁護士だなと思いましたなぜ弁護士かそれはレストランのホールスタッフを急に解雇された時にその経験があります店長から突然首を言い渡されて私その時どうしたかと言いますとインターネットでアルバイト首って で調べてで調べたらそういう場合,は場合は労働基準監督署に相談したらいいよと教えてもらいました書いてありましたそして労働基準監督署に駆け込みましたで労働基準監督署の方から教えてもらいましたそれは労働基準法違反だと不当解雇といって不当解雇普通は解雇する場合は30日前に解雇を告げなければならないんだと。 そうでない場合は1ヶ月分の給料をももららええると教えてもらいましたその後労働基準監督署から会社の方に不当解雇だよと通知をしてもらった後私の銀行口座に1か月分の給料8万円程度だったと思いますけども振り込んでもらいましたこうした経験の殻悔しさと怒りそれも私の原動力です法律を知らないとこの社会では 搾取されます自分や友人も同じです法律知識が武器になるんだと思いました自分も苦しいし友人も苦しいたくさんの若い方が苦しんでいる自分や友人そして家族を守るために法律の知識が必要だなと思いましたそして24歳の時に夜間の大学法学部に入りました その後は、すべてのエネルギーを猛勉強に費やしました。24歳で夜間の大学に入って、28歳でロースクールに入学しました。その後は一日18時間勉強をして、30歳の時に司法試験に合格しました。そして37歳で東京都議会議員になりました。7月に初挑戦をして、都議会議員に初当選しました。 出馬するかどうかとっても悩みましただけどこの昨年から続くコロナ感染症の拡大今も不安定な職に就くたくさんの若い方が苦しんでいるその方たちはお金がないそして生活が苦しいお金が稼げない自分は生きてる価値がないと思わされていますこの状況は 昔の自分の状況と同じです彼らを見過ごすことは昔の自分を見過ごすことですこんな社会はおかしいと思います変えたいと思っていますだから出馬することを決意しました最後に私が都議会議員として目指すものをお話ししたいと思います 今の社会は競争や自己責任を強いる社会だと思っています。私の強みは知っているということです。私は知っているということです。何を知っているかというと、大学を出てない人も、トラックを運転している方も、非正規労働者の方も、派遣で働いている方も、みんな努力をしているということです。私の友人はみんな頑張ってました。夜間大学の時代に いつも試験で高得点を取る友人がいたんですけれどもその方がポロッと言ってました自分の家庭はお金がないから自分は大学院はいけない諦めるって言ってましたとっても優秀な若者がこの社会で活躍できないそれはとてももったいないことだと思っています私が勉強に集中できたのは家族の大きな支えがあったからです予備校のお金も支援してくれました 母親は毎日学校ににこう弁弁当を作っててくくれれれままましししたた護士になれると励まし続けてくれました私はたまたま周りの環境に恵まれていただから私は勉強に全力投球できた私の信念は今苦しい環境の人は決してあなたのせいではないということです失業や病気など誰にでも苦しい時は必ず来ますそしてそれは自己責任ではありません 今苦しい人へ言いたいことがあります苦しい時間は必ず過ぎ去りますだから今を絶え生き延びてほしいそしてやりたいことにチャレンジをしてほしい5年後10年後を見てチャレンジをしてほしいと思います死んだと思えば失敗しても何も恥ずかしくないです私は議員としてその苦しい時を支える制度を作りたいと思っています誰もが一度失敗しても立ち上がれる 苦境を乗り越えやすくするそんな社会を作りたいその挑戦が私の次の壁ですまだ手をかけたところですでも挑戦し続けて乗り越えたいと思いますご清聴ありがとうございました